ましょう。まずチャンピオンです。チャンピオンは 100% の KO 率を誇りますハードパンチャーアセリノ・フレイタスです。ホームタウンはブラジル・バイア、年齢は24歳です。95年にプロデビュー、翌年スペイン語圏ライト級タイトルを2回 TKO 勝ちで手にしたのを皮切りに IBF ラテンアメリカライト級タイトル、ブラジルライト級タイトル、 NABO ライト級タイトルを全て1回 TKO 勝ちで手にしています。そして昨年8月満を持して臨んだ世界戦でアナトリー・アレクサンドルフを1回衝撃的な KO に下して WBO 世界スーパーフェザー級タイトルを獲得、母国ブラジルに24年ぶりの世界タイトルをもたらしました。今回が2度目の防衛戦です。戦績は23戦全勝、全て KO 勝ちです。そして挑戦者、パンチのスピードには定評があります、バリー・ジョーンズ。ホームタウンは英国ウェールズカーディフ、年齢は25歳です。92年にプロデビュー、地元を拠点に練習を続け、97年に IBF インターコンチネンタルスーパーフェザー級タイトルを獲得。このタイトル一度防衛後、97年にはインターコンチネンタルスーパーフェザー級タイトルを手にします。その8ヶ月後、ウィルソン・パランシェに判定勝ちで空位の WBO 世界スーパーフェザー級タイトルを獲得。しかしその後の脳検査で異常が認められ、1年の出場停止が義務付けられました。今回再起2戦目にしてタイトル奪回を狙います。戦績は19戦18勝1引き分け、18勝のうち1つの KO 勝ちがあります。はい、ブラジリアンボンバーフレイタスに挑む元王者ジョーンズにも注目してください。はい、返り咲きになるかというところなんですけども、今おっしゃったように、小泉さん、脳の検査、まあ、CT スキャン取ったということなんですけども、その辺の事情というのはどうなんでしょうか。そうですね、まあ一時ですね、せっかく世界チャンピオンになったのにですね、はい、まあ王座返上して、して、まあ、結果的にカムバックしましたからブランク作ったんですけどね、はい、まあそれでその元チャンピオンがこの現チャンピオンに挑むっていうのがこれ試合ですね、はい、再検査の結果ね、大丈夫だということだったんですけれども、浜さん、はい、フレイタスまだまだ続けてますね。まだまだでは、まあ、これからでしょうね。またこれからどんどん世界の一級品の選手たちとの試合になるでしょうから、本領発揮になるんじゃないですかね。ということは前チャンピオンですから、今回の相手ジョーンズは一つのあれですね、今後占う上でまずその強い中の一人目ということでしょうね。23勝のうち23の KO ですから、全部 KO で倒してきています。ジョーンズのですね、ブランクがどうなのかっていうのね、一つその辺のところも見てみたいと思いますが、さあそれでは早速ご覧いただきましょう。はい、この試合は今年1月15日です。英国ドンカスターにありますドンカスタードームで行われました一戦です。どうぞ。Sheffield. The judges at ringside, Mr. Luca Montella of Italy, Mr. Manuel Oliveira of Spain, and Mr. Paul Thomas of Derby. And the referee in charge of this, his 25th world title contest from New York, Mr. Samuel Vervoets. My lords, ladies and gentlemen, live and exclusive on Sky Sports from the Dome in Doncaster, it's big fight time. And Frank Warren, in association with John Rushton, proudly presents World Championship Boxing and a contest of 12 three-minute rounds to decide the WBO Super Featherweight Championship of the world. And introducing the boxers, and firstly, fighting out on the blue corner, wearing the blue shorts, trimmed with yellow and white. He comes from Cardiff in Wales, and at the official weigh-in, weighed 9 stone,
2.5 pounds. He holds a 19-fight professional record, 18 wins, one win by the knockout, and one draw. He's the former undefeated WBO super featherweight champion of the world and the WBO ranked number one challenger for the title. Please welcome to Doncaster, the Pride of Wales, Barry Jones. 挑戦者は元チャンピオンのバリー・ジョーンズです。Across the ring, ladies and gentlemen, in the red corner, wearing the white trunks, trimmed with yellow, coming from Brazil. He weighed in at 9 stone 4 pounds, the championship limit. He holds a 23-fight professional record, a perfect record, 23 wins, all 23 wins by way of knockout. He's the current WBO super featherweight champion of the world. From Brazil, Acelino Freitas. KO 街道まちぐら、チャンピオンのアセリノ・フレイタスです。WBO 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチ12回戦。舞台は英国ドンカスタードームで行われます。さあ、まずジョーンズ、カメラが捉えています。元チャンピオンであります。これがプロとして20戦目、しばらく間が空いてしまいましたが、果たして実力はどうなんでしょうか。ジョーンズ、それを確かめるチャンピオンのフレイタスは今回2度目の防衛戦になります。さあ浜さん、はい、いつものようにポイント、ワンポイント投げてください。まあやっぱり KO 率 100% のフレイタスの豪快に振り回すあのパンチ力ですね、はい、これ魅力ですね。そうですね、はい、さあこの試合でもそれが爆発するんでしょうか。ブラジリアンボンバーアセリノ・フレイタス、まもなく試合開始のゴングが鳴ります。WBO 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチ12回戦、久しぶりにブラジルにこのチャンピオンベルトをもたらした男です、アセリノ・フレイタス。こちらは97年にチャンピオンになっていたバリー・ジョーンズ、久しぶりの王座奪回になりますか。試合が始まっています。白のトランクスがチャンピオンです。青のトランクスが挑戦者ジョーンズ。まあこのところ浜田さん、はい、フレイタスの試合というのは何度かお届けしているんですけれども、おー、あーのカウンターダウン、チャンピオンダウン、チャンピオンダウンです。入っていったところ今抜群のタイミングで合わされましたね。いや今ダメージはどうでしょうね。今のは効いてますよ。これはどうした、チャンピオンアセリノ・フレイタス、マウスピースかなんかですか。今は少しでも時間かければ回復するでしょうからね、フレイタスとすると今の、ちょっとの中断はいいですね。これ浜田さん、私たち、はい、あのこの選手をお伝えするようになって打たれたのは見たことないと思ってたんですけども、初めてですよね、打たれる前に振り回してるんで相手が萎縮するわけですよね。しかもダウンですからね。これが今は打っていった振り回した瞬間ですね。これはびっくりしました。じゃあおっと、ビルストレート当たりません。若い24歳のアセリノ・フレイタス、この辺がどうでしょう、プレッシャーになるか。立ち上がり、まあ、フレイタスが23戦全 KO でしょう、それで一方このバリン・ジョーンズが18勝のうち 1KO ですよね。ところがダウンを奪ったのはこの 1KO の方が先にダウン取ったんですよね。これがねボクシングの面白いところです。さっきもタイミングが良かったですよね。そうですね、はい、まさにタイミングをと左頬を捉えましたけれども、それほど威力はありませんバリー・ジョーンズ。さあバリー・ジョーンズ、この英国で行われています、まあ、出身はウェールズでありますけれども、当然ながらこのイギリス国内におきましてはバリー・ジョーンズの声援が大きいということになります。ちょっとまだふらついているのか、ね、当たったと、まだダメージ残ってます、ショートランクスチャンピオン右打ち下ろしていきます、アセリノ・フレイタス。どうしてもあれだけ力入れて打つ選手ですからね、やっぱ打たれた時効きますね。おー、首ダウン、取り返しました、ダウン、右打ち下ろし、やっぱり打ったらパンチありますね。ありますね、打ったらありますね。さあこちらのダメージはどうだ、立ち上がりました、落ち着いています。25歳バリー・ジョーンズ、かつてのチャンピオンです。追い上げていきます。さあ振り回しいった、ダッキングしながら右のストレート、右ストレート、ナイスリーダブルリブローを払っていきます。右のストレート打ち込んでいきます、右のストレート、おっとナイスリー、あーとダウン、膝が折れました。フレイタスの今の連打しているところを見るとダメージ回復しましたね。ああそうですか、はい、逆にまた威力戻りました。ジョーンズは2度目のダウンです。第1ラウンド、今のボディブロー効きます、
最後のトランクス上げるところがボディブロー効いてますよ。なるほど、ミロスレート効果的にボディブローを絡めてきます。ミロスレート、この打ち下ろし、これがやっぱり何といっても魅力だ。左、左を返していきます。左も当然パンチがあります。ミロスレート、さあ倒しきるか。第1ラウンド残り14秒です。いや元気が戻ってきましたね。完全にフレイタスは、まあ、完全にあの回復しました。左を使います、左を使います。おっとわずかにスレーバック、おっとこれは掴んでいます。ジョーンズものすごい倒し、倒されるの。第1ラウンド終了しました。まずこの第1ラウンド最初にダウンを喫したのはチャンピオン。しかしその後挑戦者ジョーンズが2度のダウンです。あ、軽いタイミングなんですけどね今のは。そうなんですね、ほとんど力の入らない左フックですね。おお、そうするとですね、タイミングさえ合えばやっぱりダウン取れるということなんですね。力半分で、いいわけですよ。さあ小泉さん、それではジャッジを採点お願いします。そうですね、まずですねポイントなんですけれど、片方ダウン1度、片方ダウン2度ですから、その1度ずつは相殺されますね、はい、だからフレイタスが1つダウン取った、そういうその採点になります。10対8、はい、フレイタスですね、はい。まあ、いつものように採点基準申し上げますけれど、まあ、これはあと申し上げましょう、もう2ラウンド目始まりますからね。そうですか、はい、よろしく。第2ラウンドです。 WBO 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチ12回戦、アサリのフレイタス、そしてバリー・ジョーンズの一戦は、第1ラウンドでもう筒香3度のダウンがありました。まあ、1ラウンド目がこれだけその密度が濃いのもちょっと珍しいですね。そうですね、まあ、チャンピオンの方が先にダウン食って、その後2度倒し返すっていうんですから、非常にエキサイティング、スリリングなもう開始ですね、はい。フレイタスは最初にダウンを喫したということで、先に火がついたかもしれません、アサリのフレイタス。まあ、ジョーンズはこれまで、おっとっとっと、今は体力で押し切りましたね、今の感じなんか。右のストレート、ちょっともう目を離すことができなくなりそうです、フレイタス。この人の試合はいつ終わってもおかしくない、そんなパンチを振り回していきます。おっと、ビッグカウンター、そして左、スウェーバックから打ち込んでいきました。だから1ラウンド目はですね、早く倒そうと思ってちょっと焦ったんですよ。あ、なるほどね、だから焦りのフレイタスですね。なるほど、はい、はい、あ、飛び出、今のは浜田さんブロックしました。いや、当たってます、当たってますけど、若干殺しましたね。あ、ですね、ジョーンズの方体が柔らかいから結構殺せるんですね、この選手は。しかしジョーンズがですね、18勝のうち1 KO 勝ち、5% の KO 率、もっとパンチ力があったら第1ラウンド危なかったですね、チャンピオン。まあ、そういうことも言えますけどね。まあ、ただあの一瞬のタイミングというのはやっぱり、まあ、さすがといえばさすがなんですけど、はい、もう1回出すというとなかなか出ないですよ。あ、そうですか、はい、相手の飛び込みっていうんですかね、踏み込みを利用したパンチですから、ボディを、ね、それを上回る迫力で、まあ、押してきてますからね、はい、見寄ってきました。まずチャンピオンがボディーブロー、その上を返していきますジョーンズ。それからフレイタスの挽回の陰にあのボディーブローが浜田さんありましたよね。あ、いいですね、これはこれはいいですね。そしてジョーンズが体は柔らかいですからね、はいはい、そして足も速いんですね、そういった選手に顔面には結構空振りする場合が多いんで、体どっかに当てることですね、特にボディーブローなんかは有効ですね。あ、そうですか、はい、軽快な動きをまたまたし始めましたバリー・ジョーンズ。あのトランクス背中を見せています。フレイタスがコーナーに入ってまいりました、詰めてきました。フレイタスはよくあのスウェーバックチャンボディーレバブローダウン、膝が落ちました。今の完全にボディですね。パンチはあるんですね。ありますね、小泉さん。これだけトランク下げるというのはもう呼吸が苦しいんですね、今。あ、そうですね、随分下げて、はい、もう本当は呼吸苦しくなってるんですよ。あーはー、さあこのラウンドで決まってしまうのか、またボディーブローです。特にあの左ラッパーのボディーブローはもともと得意とするところなんですけどね、バリー・ジョーンズは3度目のダウンです。右またカウンターになります、左を返していきました。グイ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 出てきます、ブラジリアンボンバー、フレイタスの特徴であります。あーと、コテゴング、コテゴングです。第2ラウンド終了しまして、またバリー・ジョーンズにダウンがありました。また10対8ですね、フレイタスチャンピオンのラウンドです、はい。まあ、ダウンシーンやってますけど、採点基準申し上げますね、はい、まず有効なクリーンヒット、これが第一ですね。次にその構成、これは手数ですね。そして防御技術、
してリングジェネラルシップと言いますけど、これは主導権支配です。こういう項目を勘案してですね、できるだけ10対10をつけないで、その僅差のラウンドも10対9振り分けるというのが世界的な採点傾向です。はい、でダウン1であると10対8、ダウン2であると10対7ですね。はい、でまあ負傷があって試合がストップする場合は4ラウンドまでは負傷引き分け、ええ、そして5ラウンド以降になるとですね、負傷判定取りますね。はい、以上です。第3ラウンドに入りました。 WBO 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチ12回戦、また少し回復したのかジョーンズが軽快な足取りになります。しかしもう完全にかなりのプレッシャーを受けてますね、ジョーンズは。あの1ラウンドのタイミングはこの何て言うんですか、あの腰の引け目っていうんですかね、はいはい、これだと出ないですね。ちょっとあの3度ダウンを期しますと、このフレイタスの怖さがやっぱり出てきてしまうんですよね、まあ、体全体から完全に出てますね。飛び込んでいきました左フック、今までなかったパンチを出します。このフレイタスはですね、左フックに対するガードがちょっと甘いですね。ほうほう、今もらいました。ワンを力任せに振ってですね、ツーを打とう打とうという姿勢で、その右のグローブが顎から外れますね。なるほど、はい、だから1ラウンド目そこ軽いそのタイミングのいい左フックで疲れましたね。はい、まあ、今小泉さんの指摘がありましたが、浜田さん、はい、このフレイタスといえばもう今まで攻撃の面しか見てなかったようなそんな印象ありますからね。だからこれからは打ち返してくる選手が出てきますからね、はい、その時の対応も今後必要になるでしょうね。なるほど、かといって今の攻撃力を落とす、あの落としたら、はい、この選手の良さが決勝に出ました。見事であります。完全に内部ところに入りました。右を当てていきました。今左が出たところですね、その右をそのタイミングよく当てましたよね。立ち上がりました。これでジョーンズは都合4度目のダウンです。このラウンドで終わってしまうか、まだ時間はたっぷりあります。さあどのように仕留めていくか、アスリのフレイタス。今のダウンなんかは本当にやはりあの攻める感っていうのはあるんですね。はいはい、まさに攻撃こそ最大の防御、それが当てはまる選手であります、ブラジリアンボンバーアセイノフレイタス。いや、そういうボクシングですよ、はい、ディフェンスには欠陥がありますね。ワンツーワンツー、綺麗なワンツー、そして左を返していきます。浜田さん、今のワンツーはどうでしょう。いや、いいですよ。ただジョーンズの方が体柔らかいから若干殺してますけどね。ええええ、しっかりとボディブローも忘れていません。またボディブロー、上が空いたところを狙い撃ちしていきます。もう少しフレイタス、柔らかいパンチ出せればいいんですけどね、まあ力いっぱいのパンチが全部なんですね。そうですね、はい、飛び抜くようなステップバックを見せましたフレイタス。グイグイいきます。ちょっと立ち立ち状態になっている元チャンピオンのバリー・ジョーンズ、現在のランキングは1位、指名試合でありますが WBO 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチ、上からガブってしまいました。ジョーンズ1回間に入ります。レフェリー、お互いにグローブをつけまして中に入っていきます。ハンドスピードを生かしていきましたけれども、ここでゴンが鳴っています。第3ラウンド終了しました。このラウンドはジョーンズに一度ダウンがありました。あのタイミングのいいですね、相手左出てくるところを右合わせましたよね、はい、それありましたから10対8ですね、はい、はい、ということは10対8が続いています。 1、2、3ラウンドで、挑戦者のジョーンズ元チャンピオンは都合4度のダウンです。1ラウンド目に2度、そして2ラウンド目1度、はい、3ラウンド目1度ですね。この最初の3ラウンドでですね、わー、ケイン、グッドタイミングですね。計5度ダウンですよね、両者合わせて。あ、いいですね、左が出たところ。完全に浜田さん、内部ところに入ってからのカウンターです。これは今の効きますでしょう。やっぱり今の効きますよ、まあ、でもこのジョーンズはですね、体は柔らかいですね、はい、この柔らかさなかったらもうちょっとダメでしょうね、立てないでしょうね、それほどのパンチをもらってるわけですが、さすが元チャンピオンであります、バリー・ジョーンズ。まあ、このバリー・ジョーンズ同じこのタイトルを持っていたんですが、前チャンピオンでは小泉さんないんですよね。まあ、フレイタスはですね、はい、アナトリー・アレクサンドロフからタイトル取りましたよね、はい、1ラウンド KO、そのアナトリーさん、アレクサンドロフがですね、チャンピオンになる前空位の期間があったんですね。なるほど、その時にバリー・ジョーンズはですね、パラシオからタイと戦ってタイトル取ったんですけれど、はい、そのまま返上してるんですね。
まあ、返上というのは先ほどプロフィールの中でありました、まあ、頭部にちょっと異常が見つかったのでしばらく休んでいたということになります。まあ、再検査の方して異常がなかったということになりまして改めてリングに返り咲いています。まあ、頭部のその異常があったんで当分あの休養したんですね。その通りですね、はい、1年ほどだということでありますが、まあ、結果的にはだけど大丈夫だっていうことで、はい、再検査でですね、そうですね、OK が出たからカムバックしたわけですね。安全面をしっかりと確認してからバリー・ジョーンズ返り咲いています。さあそして今度返り咲くのはこの大坂というそういったシーンなんですが、ちょっとダウンの数では負けています。手数で応戦していきますバリー・ジョーンズ。まあよく天は二物を与えずという言葉もありますが、バリー・ジョーンズにはそのパンチ力がありません。しかしスピードがあります、柔らかさもあります。なかなか浜さん全てが兼ね備わった選手はいないですよね。だからですね、こちらを立てればあちらが立てるですね、はい、攻撃力をどんどんアップするところにはディフェンスが愚かになる。そうですね、ディフェンスをみっちりやると今度は攻めの方がちょっと緩んでしまうと本当、難しいところありますよ。でもやっぱり指導者としては長所を伸ばしていくという形がやっぱりいいんでしょうね。もちろん長所はこれはどんどん伸ばさなきゃいかんですね、はい、ただ欠点はですね、はい、やっぱり致命傷になる欠点を直さなきゃいかんですよ。なるほどね、はい、なるほどなるほど。まあ長所があまりにも いい場合はですね、はい、欠点も全部消されてしまうところあるんですけどね。ただ致命傷になる欠点は、はい、直さなきゃいかんですね。なるほどね。このラウンドはお互いにパンチが空を切るシーンが目立っています。紙一重スウェーバックなど、おっと左をついていきました。挑戦者バリー・ジョーンズ、また改めて組み立て直そうとしているジョーンズです。お互い、おっと頭頭部に当たったか、ちょっとバランスを崩していますジョーンズ。普通ボクシングではですね、はい、左で相手をその作るって言いますかね、相手のガードを崩す、あるいは距離を測るっていうのがまあセオリーですよね、フレイタスはともかく右を早く打とう、強い右を打ち込もう、打ち込もうっていう姿勢、はい、強すぎますよね。強すぎる、だから体がちょっと正面向きがちなんですよ。その分その代わり抗戦的なボクシングしますね。第4ラウンド終了しました。まあ、フレイタスのラウンドですね、10対9です、はい、このラウンド初めてダウンシーンがありませんでした。まあ、本能のまま野生的に戦ってるって感じしますね。そうですね、まあ、荒さはあるんですけれど、しかし力強いですね。何遍も言いますがチャンピオンはフレイタス、23勝のうち全部 KO、 23KO 勝ち、 100% の勝率ならば 100% の KO 率。結構軽いパンチ許すんですよね、はい、ただパワーの差であの程度のパンチ食っても平気で出ていきますよね。さあ新たなラウンドです。第5ラウンド、フレイタスは前回初防衛戦とそしてこの試合の間に一つノンタイトル戦を挟んでいます。初防衛戦が10月26日、ノンタイトル戦が12月18日、ですからこの現在のこのジョーンズ戦まで1ヶ月ほどのインターバー、飛びストレートガードの上を叩いてきました。非常に浜田さん、はい、早いインターバルで試合を行ってるんですね。実戦派なんですねこの選手は。要するに真ん中に軽い相手とやって、まあ、調整試合というんですかね、練習で調整するんじゃなくても試合しながら調整するというタイプなんですね。なるほどね、結構海外に多いんですねそういった選手は、はい、ステップバック、アルゼンチンあるいはこのブラジル、まあ、共に南米大陸ですけども、やはり中南米あるいは南米こういう形で小泉さん調整する選手というのは多いんでしょうか。まあ、スパーリングのやり方がですね、日本のようにですね、非常に激しいスパーリングっていうのはあんまりやらない国がありますね。その分目慣らしをして、で体できるだけダメージためなくて、その代わり試合はやる。で試合でダメージが少なくて、まあ、楽勝なんかするとですね、はい、次の試合すぐ組んでしまうと。そのコンディションでそのまま、そのまた次の試合するっていうのがありましたね。なるほど、はい、まあ、その典型的な例がそのイラリオ・サパタであったりヒルベルト・ローマンだったですね。まあ、このフレイタスもこのジョーンズ戦間が空いているので一つノンタイトル戦を入れた、そんな感じではないでしょうか。焦りのフレイタス、短い間隔でどんどん試合をこなしていきます。初防衛戦が2ラウンド TKO 勝ち、そしてそのノンタイトル戦がその後行われましたが3ラウンド KO 勝ち、そしてこの試合はダウンこそ奪っていますがまだ試合は続いています。第5ラウンド、
浜さん、試合の流れはどうでしょうか、はい、このあたりは。この流れになるとですね、フレイタスがどこでノックアウトできるかというところに注目されますよね、ジョーンズのカウンターは見られそうもないですか。今の状態だとちょっと腰引いてますからね、はいはい、ただやっぱりフレイタスが焦ってくるとですね、やっぱりラフになりますから分からないんですよ。なるほどなるほど、やっぱりノックアウトしなければいけないという宿命ですから。そうでしょうね、ボクシング専門誌のインタビューでは必ずしもその KO にはこだわってないとは言ってるんですけども、やっぱりね、気分的にはそう言ってもですね、やっぱりお客さんが望んでるのを気づいてしまうわけですよね。いやもう当然気づいてますよね。そうなんですね、だからお客さんもさあどこでノックアウトするんだろうと、はい、これに注目してるのがこれだけの強引な攻めにまた変わってくるわけですよね。また展開、おっとワンツー、展開によってこれだったらいけると言ったらもう倒しに行きますでしょう。この選手がそういうそういうタイプなんですよね、リングの上に上がったその戦う男たちは必ずそういう傾向がありますけれども、この選手も間違いなくフレイタス倒しに行くと思います。このラウンド、そして前のラウンドと少し、攻めあぐんでるところあるんでですね、一回仕切り直し、それで、組み立てるといいんですけどね。はど、ちょっと今焦ってますよ。はい、第5ラウンド終了しています。焦りのフレイタスですね。はい、はい、3回言うとですね、浜田さんから減点されますから2回ぐらいにしておきますけど、また10対9ですね。はい、分かりました。妙なルールがお互いに2人の間にできたようですけども、はい、はい、続いて第6ラウンドに入っていきますが、10対9でフレイタスの方ですね。フレイタスの、はい、失礼しました。はい、浜田さん、はい、4-5 とこういう流れになったんですが、はい、それはフレイタスが作ってる流れなんですか。やっぱり相手もあることなんですね、フレイタスは攻めよう攻めようというのがもう相手に気づかれていますからね、はいはい、相手はどうやってしのぐをしのぐ、それでばっかりですから、だから一旦仕切り直して、少し体勢を立て直してですね、はいはい、それからチャンスを見たらまた踏み込めばいいわけですから。あ、さあその様子見は2ラウンドで終了か、あるいはこの6ラウンドも続くのか。左を打っていきます。とにかくこのかつてのチャンピオンバリー・ジョーンズは4度のダウンを喫しています。一方のチャンピオンも初回圧倒力ダウンをもらってしまいました。もう完全にそのショックから立ち直ったと言ってもいいでしょう。あ、そうですね。でもこれから試合結果はどうなるか分かりませんけれども、いい教訓になったでしょうね、あれは。フレイタスですか。いきなりの立ち上がりポンともらいましたが、ですから、この試合は何としても早めに終わらせて一回ほっとしようという感覚ですよね。そうでしょうね、これがもし負けにつながるようだったらその教訓にも何もなれない、かえって後戻りということになってしまいますけれども、要するに今まで長所で勝ってきましたからね、この攻撃力迫力で勝ってきましたからね、はいはい、ただこの迫力も振りが大きいんじゃないかという指摘もありましたから、それをまんまとやられたわけですよね、今回は。そうですよね。その矢先に、立て続けに、負けてしまったんじゃこれまでになってしまいますから。負けというのはその踏みとどまる以上にその選手がもう完全に違う選手になってしまうケースもありますからね。全勝全敬をその負けが あっただけでやっぱり来るんじゃないですか。そうですよね、はい、その右体左から右もう一回、さあこのラウンドで終了するんでしょうか。ここで上下打ち分けたいですね。さあ、その余裕がフレイタスにあるか。上下打ち上げるといいですね。完全に倒しにいっています。下は打つのか、下は打つのか、右は空振り、上は空振りしました。そしてボディにやはりいきます。おお、ハンドスピードで応戦しますジョーンズ。スピードではジョーンズが若干上回っているんでしょうか。迫力では完全にフレイタスチャンピオンです。2度目の防衛戦、ダウンも喫したが、ここまでは途中挽回しましてフレイタスペースで進んできています。ブレイクの時に打つなっていう注意ですね、はい、英国に乗り込んでのブラジリアンボンバーアセリノ・フレイタス。英国は英国でも相手はウェールズの選手ジョーンズ、しかし声援はジョーンズビーキ。左からワンツー、やはりフック系のパンチが多いんですけども、浜さん、はい、綺麗なワンツーも打ちますよね。ロングの打つんですね。あ、ロング、はい、ロングの打つんで、やっぱりあの振り回している感じに一般の感じではあかんことが見えるんですね。まっすぐの長いストレート打ちますよこの選手は。打ちますね、はい、アセリノ・フレイタス右のストレート、左はガードの上、スピードがありますね、はい、手を折りたたんでハンドスピードだけで応戦しますジョーンズ。あと、あの左アッパーがいいですね、あの左アッパーから右。6ラウンド目終了しました。
このラウンド、あの左アッパーから右ストレートすごいパンチありましたけど、まあバリジョンよく耐えましたよね。耐えましたね。10対9フレイタスですね。精悍な表情をしています、チャンピオンのフレイタス。間違いなくスーパースター候補の一人です。このフレイタスのマネージャーがですね、はい、まあ、リカルド・マルドナド、まあ、メキシコの、まあ、ベテランマネージャーですけどね、ええ、まあ、昨年あの石井光雄選手と戦ったネストル・ガルサ、彼なんかもそのマルドナド傘下の選手ですね、はい。デビューからしばらくブラジルで、試合をこなしていましたが、その後外国でも戦うようになります。そしてタイトルを取ったのがフランス、初防衛戦が地元ブラジル、そしてノンタイトル戦がまたブラジルということで、またまた海外に飛び出してまいりましたチャンピオンです、フレイタス。今回は英国です。まあ、ブラジルといえばですね、ファイティング原田さんと戦ったエデル・ジョフレ、まあ、名チャンピオンいましたけどね、まあ、ジョフレの再来かって言われるぐらい、まあ、ブラジルでは人気があるんですね、はい。タイプは違うんだそうですね。タイプは違いますね、まあ、ジョフレは攻防剣民なんですね。タンカタンカ、いや、こらえました。まあ、あの軽いパンチなんですよ、軽いロングなんですけど、ああいったのはまず当てればいいんですね。 なるほど。あれでもこうあのパンチある選手ですから効きますよ。そうですよね、こういうパンチ持ってるんだったらもっとね有効に、いやなかなかそうもいかないのかもしれません。この強引さが持ち味のアセルド・フレイタス、どうしても体で覚えてるんでですね、やっぱり振りが多くなるところあるんですね。なるほどね。おーおー、ジョーンズも返してます。あ、ボディーブロー、ボディーブロー、うん、これがじわじわとこの後効いていくんでしょう。あ、もう効いてるんですよね、だからあの一発でも当たればすぐスピード鈍りますよ、はい。そして回復しても一発当たったらまた鈍りますから。なるほど。もうそういえばかなりスピードはなくなってますよね、うん、だからボディブローの蓄積があるんですよね、またあトランクスずり下げましたね、あの呼吸苦しいわけですよ。なるほど、なるほど。これが一つの、あ、まあ、またやりました。本当呼吸苦しいんですよ。おっと、目安になります。左カウンター返していくんですが吹っ飛ばされます。ちょっと荒っぽいですね。そうですね、まあこれが魅力の一つでもあるんですが、焦りのフレイタス押し返していきました。バリー・ジョーンズ、おっとっとダンスをするような感じです。中に入ってきます。あ、完全に防戦一本になりました、ジョーンズ。あのボディ効いてきたんで動きが、もう完全に濁りましたけどね。そうですね、腰というかお腹が引けてますもんね。そうですね、だから動けなくなった状態ですね、はい。あ、完全にあの今まで返していたハンドスピードの内部ところからの一発もなかなかもう出なくなりました、ジョーンズ。残り50秒切ります。苦しそうです、挑戦者のバリー・ジョーンズ。海崎は苦しくなってきたのか、力でねじ伏せようとするボクシングですね。本当にそう。おっと、一発を当て込もうというアサリのフレイタス。 KO 率10割 100% センセーション、ブラジリアンボンバーアサリのフレイタス。お、ちょっと頭を押さえたんですね、グッと押さえたんでですね、フレイタスちょっともう反則アピールしたんですね。手こずっていますフレイタス。これまで一番長いラウンドを経験したのが8ラウンドというのがあります。おーっとおーっと、ゴクゴクですね。これはこれはどちらでしょう。ダウンですね、ダウンですか。ダウンです、ダウンですね。ダウンを取りました。どうでしょう、続行できるか。ここでリングに救われたそうですね。そうですね、第7ラウンドまで終了しています。10対8ですね、はい、フレイタスのラウンドです。今のダウンが都合ジョーンズとしたら5度目のダウンになります。この試合はフレイタスも一度していますので2人で6度、かなりこのダウンが多い試合になっています。もう完全に顔面もボディもジョーンとすれば、あ、全部効いてますね、さあマウスピースを加えました。8ラウンド目も戦う意思があります。 WBO 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチ、ブラジルに久しぶりに、まあ、四半世紀ほどぶりに、このタイトルをもたらしましたアセリド・フレイタスの防衛戦。一方的なペースになってまいりました、なってきています。右のストレート、1ラウンドこそダウンを奪われたアセリのフレイタス、しかしその後しっかりと奪い返した。ダウン、6度目のダウンです。まあ本当に
でも下でも顔面でもボディでも、どっちを誰でも倒せますね。そうですね、どうでしょう、レフェリーは続行させるか。続行ですね。あ、させますね。どこでもいいですよ、顔面ボディ、そして腕でも体どっか当てればこれはダメージありますからね。 まさにそんな状態です、そんな状態です。ガードの上でもこれはもう大丈夫ですね。あ、タオル、タオル、タオルが投入されました。8ラウンド途中で試合は終了しています。チャンピオンアサリノ・フレイタス、まだ 100% KO 街道を続けています。24戦24勝 24KO です。あ、これがリカルド・マルドーナなので、今抱き合ってる、はい、マネージャーです。あ、これ泣いてません？そういった感じに見えましたね、チャンピオンね。やっぱりダウンしましたからね。やはりあの表情では出ませんでしたけど、その実は苦しかったのかもしれませんね。あ、いいの食いましたね。そして、まあ、ダウン後のほんの数秒ですけど、マウスピースを入れに帰った、はい、それもラッキーでしたね。あ、なるほどね。あの数秒間伸びるか伸びないかでもうね、瞬間的なダメージっていうのは違いますからね。ありますでしょうね、それはね。だからコンビネーションブローを打てっていうのはそこなんですね、一発で我慢してこれが続けられ、秒数を間を置かないで続けられると倒れるわけですね、軽いパンチでも。この勢いが運までも巻き込んだのかもしれません。Ladies and gentlemen, after 50 seconds of the 8th round, the referee has stopped the action.これはね、インタビューを受けてるんですよ。携帯電話で。私も時々あれを中南米から来たそのアナウンサーにするんですけどね。はは、私の携帯使って、そのベネズエラへその放送を送ったり、そういうのするんですね。今は便利な世の中になっていますが、アサリノ・フレイタス、まあ、勝利の直後に、まあ、地元に送ったんでしょうけれども、そういったコメントもしています。バリー・ジョーンズも、まあ、ダウンこそかなりしましたけども、なかなか倒しづらい相手だったのではないでしょうか。それを見事打ち倒しましたアサリノ・フレイタス、見事に防衛を勝利で飾っています。2度目の防衛に成功です。それでは試合結果を確認してみましょう。ブラジリアンボンバーアセリノ・フレイタス、今日は敵地イギリスで爆発しました。1位指名挑戦者のバリー・ジョーンズに1ラウンドまさかのダウンを奪われましたが、その後は猛攻をかけ6度のダウンを奪い返して8ラウンド TKO 勝ち、2度目の防衛を飾っています。